皆さんこんにちは。ネガティブモンスターアスカです。お願いします。私今25歳でもうすぐ26歳になるんですけど、今から10年前、私がちょうど高校1年生の頃に大好きだったおばあちゃんが亡くなったんですよ。名前は末野って言うんですけど、葬式の時姉と2人で受付をしてたんですね。そしたら受付におばあちゃんの友達らしき人が来たんですよ。そしたらその人、私の顔見るなりいきなり、え、末野、なんで出てきたとってこうやって拝み始めたんですよ。え、おばあちゃん、私孫ですって説明しようと思ったんですけど、聞いてくれなかったので係の人に説明してもらって、なんとかその場は収まったんですけど、私その時16歳、おばあちゃん72歳、高校生がおばあちゃんに間違われるってちょっと複雑な気持ちになりましたね。まあ大好きだったんですけど、大好きだったから嬉しい反面もあり、え、嘘っていう感じにもなり、まあ、なんかまあ嬉しかったです。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。